ヤオン ASMR 出してるやつ全員処女、聞いてるやつ全員童貞。はい、どうも経過です。いや、あのね、ヤオン ASMR とかさ、みんな聞いたことあるでしょ。多分男ならね、みんな一回はあると思う。あれさ、あまりにもクオリティ低くない？結構ひどくない？聞いててさ、いや確かに、なんだろう、そのジュポジュポする音は出てるけど、その全くもってフェラ音ではないよなみたいな、全くフェラ音としてのクオリティ低すぎるだろうって僕毎回思うんですよ。だからこれ絶対出してるやつ処女だろうなとか、フェラやったことねえんだろうなみたいな、せめてね AV でさ、こう音をちょっと一回勉強するぐらいできんかったもんかね。あれ僕は憤慨してますよ。もうちょっといいクオリティのやつ作れたと思う。あまりにも音が似てなさすぎる。あれ結構ひどいと思うんだよね。だからみんな、逆に、あ、これフェラもうやったことない少女が作ってるんだっていうような興奮を覚えるっていう手法もあるけど、みんなやめとけ。あれ全く似てないから。どうせなら耳なめを聞いとけ。絶対 ASMR で興奮するんだったらフェラ音よりも耳なめの方がいいと思う。耳なめの方がね、クオリティ全然高いのが多いんよ。フェラ音はね、マジでいろんな VTuber とか YouTuber とかが出してんじゃん。マジでクオリティ低すぎ、痛すぎ、上火飛びすぎ、こいつマジふざくんな。もうね、ほんといい加減にしてほしい。みんなもうちょっとね、 AV で勉強とかできるじゃん。今の時代無料の動画とかも見れるし、サンプル動画とかだってあるしさ、女性の方もね、投稿するんだったらもうちょびっとね、いい動画出せると僕思うんですよ。だから今後もちゃんとお勉強してください。